おはよう。やべえ。やべえ、パニック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 、みんなが慌ててる。そう、ポルテ今慌ててます。なぜかと言いますと、なんか僕の個人情報が世の中で流出したらしいです。ウィーン、ウィーン。そうなんですよ。でね。今日はね、皆さんに勇気を振り絞って、もうね、もう個人情報が流出したってことなんで、皆さんに全部バラしたいと思います。そう。今日は、あのね、聞いてね、LINE が世の中に、そう。LINE 公式アットを作りました。皆さん、LINE 公式アットって知ってますか？ LINE 公式アットっていうのは、公式 LINE みたいな感じで、なんか、フォルテからメッセージ送ったり、みんなからメッセージもらったら、僕が作った自動メッセージを返信するっていう形なんですけど、そう、今日は、こちらをちょっと作ってみたので、まだちょっとお試し期間というか、制作したばっかなので、まだこれからどんどん変わってくると思うんですけども、みんなに、ぜひ登録してもらいたいなと思って、ちょっと宣伝をさせていただいております。はい、宣伝です。でね、その宣伝なんですけども、もう QR からでも読み取れますし、あとは僕概要欄と説明欄に貼っとくので、そこからでも LINE を追加できますので、ぜひぜひしてください。でね、その LINE の方ではどういうメッセージを送るかっていうと、動画が投稿されましたよ、だったり、あとはね、LINE オリジナルの、豆知識みたいな、音楽の知識とか、歴史とかの豆知識とかを、ポツポツって送れたらいいなと思ってます。あとは、練習する上でこういうのが手こずってるよとかっていうただの自己報告だったり あとはね、幼少期の写真だったり、おはようございます。マッチョなピアニストのフォルテです。ベブーベブー、自称先生、自称先生、ベブーベブー、ベブー、かわいいですか？かわいいですか？さまざまなフォルテの裏の姿。見られとった？バレた。裏の姿がバレた。日常の姿だったりを、普通に友達に送るような感じで送れたらいいなと思ってます。ですので、皆さんぜひぜひチェックしてください。正直言うとね、まだあんまり使ったことないからわからないんだけどね、ちょっとね、楽しみ。みんなともしかしたら友達が増えるかもしれんのでね、お願いしまっちょ。一応 QR 貼っとくけんね、チェックしてみてください。では、どんな風な文章が送られるのか、今からちょっとね、お見せしたいと思うので、レッツゴー。しょうもないと思ったそこのあなた、登録しといてね。Twitter、インスタも拡散してくれると嬉しいな、嬉しいな、嬉しいなとか思ったりして。それでは、じゃあねー。